話して大丈夫だと思うんで、あの余計ななんか裏話じゃなければはい、しましたいいのかな、これもう開始されてるのかな、いまいちわかんないですよね、見ればいい、あ、そっか、ちょっと見てみようか、これがないとリアルタイムが分かんないんだ、これやっぱりそうなんですね、こっちの画面は遅れてくるからいいんじゃないかな、こんにちは、ポッシブル可能性の会の太田です。今日も聖火祭壇の講習会をやっていきたいと思います。今回は聖火祭壇のデザインをまた描いてみました。僕自身は絵描くのとても苦手なんですけども、前回のライブ配信の時に絵を描いて図面を描いて作ったらやっぱり出来上がりがとても綺麗だったんで、ちょっとこれをしばらくは書きながら練習していきたいと思います。今回もよろしくお願いします。今回は一人で作ります。で今回はカメラを2台使ってやっていきたいと思います。よろしくお願いします。始めたいと思います。このトップの高さは55センチになります。
あ、久保さんこんばんは。また今日も久保さんが来てくれました。篠田、この差し方どう思います？デザイン書いて。え、いいんじゃない？やっぱりなんかちょっと違います？浮き上がるんだね、やっぱり。うん、そうだね。これでも、しのさん見ててもこれ、点打ってイメージ湧かないですよね。湧かない。どうつながるんだろうな。仙台の講習会の時も、ハリーさんが作ってくれたやつ。ああ、やってたね。めちゃくちゃ点打ってるじゃないですか。打ってた、打ってた。俺もあれ、実際見てて、どこの点打ってんのかって正直全然分かんなくて、でも出来上がったら、まあ刺してる途中もそうなんですけど、なんかやっぱり迷いなく作ってるんですね。まあもちろん練習もしたんだと思うんですけど、これはやっぱり確かにすごいなと思って。蝶になったもんね。あれは本当にお見事っていう感じでしたね。通すところも決めた方がいいのかもしれないですよね。この時点で。下に作った方がいい。携帯のモニターでどうですかね。綺麗に。あ、もう何か。それでやってみましょう。この菊でもいい菊でしたね。最初太くてどうなんだろうと思ったら、ここまで咲くのも久しぶりに見ましたね。見たね。すごいですよね。
あ、あーさん、お久しぶりです。こっちかな。ハサミは、僕のハサミはなんか、ホームセンターに売ってるハサミです。わかりますか？ここ見たの？見づらい。でも結構、あれ、しゅんどさんナイフですもんね。これナイフ。菊もナイフですか？菊もナイフ。ああ、しゅんどさんはナイフ使ってます。結構でもナイフ使ってる人多いですよね。ハサミのイメージが強いけど、そうですね。なんかこういう逆にこういうハサミ使ってる人ってあんま少ないかもしれないですよね。あの短いやつとか使ってません？そうかもしれない。ですよね。そんな感じです。ハサミ確かに。なんか裁断専用ハサミとかあればいいですよね。あれなんですよね、昔ソテツ全部貼ってたじゃないですか、うん、ソテツ切るときに、うん、これが長いと、うん、バツバツ切れるんで、うん、それで俺これ使ってるんですよね、うん、あの短いのだと、うん、何回もこうやんなきゃないじゃないですか、うん、太いからいや難しいですね。オーストラリアボロボロでしょ。いや、オーストラはまあ普通の人が見たらボロボロなのかもしれないですけど、自分からしたらまだまだいける感じです。感じですよね。ちょっとしばらく花が在庫あるときはこれやるようにしますか。なんなら防発もちょっと変えてみますか。まあね、だいぶ使ってきたっちゃ使ってきたな。まだいけるけど。人気でも偏りますからね。どうしてもなんか同じになっちゃうんですよね。しゅんどさんからしたら珍しいですよね、俺がこの迷い差しをしているのが。うん、そうだね。いつもスパスパさすから、うん、それは言ってる。やっぱでも新しい、全くこう自分がやったことないデザインとか、うん、この図面もそうですけど、図面もやったことあまりないんで、うん、やっぱ時間かかりますよね。このやつって階段を誰か他の人見ました？相馬さんとか見ました？まだ見てない。見てない、うん、一番やっぱ担当者の人が
売りやすいかっていうのは。まあそれが一番。開いてる菊は開いてる菊で難しいですね。開きすぎてる。まだ慣れてないっていうのもあるんですけどね。これでいいのかな。完成がやっぱり見えない。前回プラスの時もそうなんですけど、なんかこう自分のイメージとは裏腹にこう設計図通り作っていくしかないのかなっていう感じなんですよね。まあ、引いたことない線だからっていうのもあるのかもしれないですけど、すごい不安になりますね。物理的には刺せるはずなんですけど。これだ。この高さまでここまで。
ここ見せどころですよね。まあ、確かにこういうここの部分とかをしっかり見せるためにはやっぱり図面描かなきゃダメかもしれないですよね。思ったよりもちっちゃかったとかなりますもんね、絶対。はいはい。うん。何？死んじゃっちゃったかな。線とは違う。デザイン的には迷ったんですよね。1個でかく作るか、うん、2個作った方がいいのか、うん、でも2個欲しいですよね。うん、1個でも良かったですよ。2個あれば格好はつくのかな。うん、まあなんかデザインって感じはしますよね。
ちょうどいいな。25センチ。まあでもまあそんな形にはなってきてますよね。あ、山田太郎さんこんばんは。おかがきっていうんですかね、使ってるんですかね、どんなんだろう。やっぱみんなこだわってる人はこだわってますよね、ハサミ。全然考えたことなかったな。どこがいいっていうのは。切れりゃいいと思ってた。切れりゃいいと思ってたね。さすがだ、みんなプロだ。まあ、本当はこだわんなきゃダメですよね。で、今度はこっちをここの25センチに合わせて。おかがきね、どこのメーカーなのかも全然わかんないな。さすがです。すごい太かった。本当に太い、これ。なんていうか、コワックが食いつかないぐらいな。ね。結構こないですもんね。カラーさせてるよ。そうですね、そうですね。でもなんか、刺しごたえがないっていうか、なんていうか、手応えがないっていうか。最近の菊でこんなに開いてるってありました？ないですよね。久しぶりですよね、うん、こんなに最後まで咲いてくれるのも久しぶりですよね、うん、やっぱり今菊高いみたいですね。そんなことなかったかな。そんなことなかったですね。高くなったかな。誰かな、誰か言ってたかな。あ、なった誰か。でもなんかやっぱりコロナで生産者が減ったっていう噂があって、でなんか今ちょうどコロナだいぶ落ち着いてきて、なんかブライダルが結構忙しくなってくるっていう話で。本当？だといいんですけどね。だからまあ結婚式できなかった若者が。そうですね。そんな高くなってます。
単語ないですか。発音終わってる。だいぶ前。ちょっと先月ですか、高かったの。一時上がった時だったもんな。お彼岸終わった後でも高かったですよね、確か。どうだったかな。あれはなんか彼岸、彼岸、あ、輸入が間に合わなかったんですね、花の。輸入が間に合わなくて、早めに切ったんですね、あれ。国産の。塩野さんどっちかあったら、かっちりの方が好きですか、菊のライン。かっちりってのは ここも開いてる。開いてこう一本線に見えるような方がいいか。そんなことないですか、うん、ここちょん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 でも。ああ、で。カメラ戻すか。なんかやっぱりちょっと映りが悪いですね、こっちのカメラ。色味の調整とかじゃない。一応調整したんですけどね。またちょっと説明書を読んでみます。まだ慣れないな、この測る作業。あ、いいとこだ、25センチ。だいたいイメージ。やっぱ咲いてる菊だからなのかな。あ、このカーブやっぱきついんですね。
汚ねえな。どこかね、うん、なんか気に食わないですけどね、うん、これでいきますか、うん、ここがなんかいまいちなんか通ってない気がする。難しいな、この穴。ですね、うん、スプレーの長さが足りるかっていう。そっか、最悪見てたもんですけどね、うん、
やって指してみるとやっぱ練習できる環境のとこっていいですよね。それが大事かもね。この長さ気にしなくて練習できるんだったら最高ですよね。あーさんも岡垣のハサミ使ってんすね。実は俺、岡垣って何だか知らないんだよ。俺も知らないやっぱりあれですよね、花屋さんと葬儀社の成果物と違いますかね。こんなとこですかね、スプレーに行くのは。どうでしょう。なんかみんな岡垣のハサミ使ってたら岡垣のハサミ使いたくなってきましたね。でかい、岡垣ですねめっちゃミーハーですけど岡垣おかつねなんですね。あ、すいません。ありがとうございます。山田太郎さん、ありがとうございます。おかつねですね。危ない。恥ずかしい。あ、本当だ。漢字違う。あ、本当だ。あ、違うんですね。油断した。おかつねね。危なく業者さんに、おかがきありますかって聞くと。ハサミのメーカーですか。こんなの。ああ、はい。
いは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 い、はい、あのバネのやつですね。あ、鉄のやつもあるんだ。あ、はいはい、それもよく見ますね。おかつねのハサミのどういうやつですかね。あのバネついて戻る感じのやつか、あの鉄だけのカチカチになるやつ、カキンカキン合わさった時になるやつか、どっち使ってますかね。なんかあのセリタさんは鉄のハサミ使うんですね。全部鉄の。ああ、カキンカキンになるじゃないですか。鉄ですか？カキンカキンになる。ああ、はいはい。まああれなんか音いいですよね。あれなんかうまく鳴らせたらなんか乗ってる感じします。バネついてるやつなんで。ああ、はい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 。片刃でバネついてる。バネついてるやつなんかこうなってるやつですか。うんうん、そう。こうなんかちょっとこう刃がこうなってるやつですよね。うん、ああ。あれも結構使ってる人多いですよね。高校生時代アルバイトしてた花屋ではあれでした。あのストッパーついてるんですね。こんなとこかな。よし、投げていこう。どうですか、しゅんのさん、今この状態でいい感じなんですかね。うん、いいと思うよ。いいですか。慣れてないだけかもしれないですけど、難しいなこれ。菊のあらゆる面を使うんですね、これ。アウトライン作るときみたいに上だけ揃えばいいっていうあれじゃないですよね。あっちこっちの面を使うっていうか、分かってる人じゃないと、ラインが分かってる人じゃないと難しいのかな。
じになってきた気が。まあ、でもやっぱり楽しいですね。こんな感じですか。まあこんな感じか。うん、だろうね。そうですよね。うん。ああ。ああ、ああ、アーサーもバネタイプなんだ。買い替えたいと思い、みんなの意見が聞きたいな。どうなんだろうな。あんまり他のハサミ使ったことないですけど、僕のこれは結構切れるのはちょっと悪くなるのが早かった気します。でも買ったばっかりの時はめちゃくちゃ切れて使いやすかったですね。みんな何年ぐらいハサミ使ってるんですかね。俺これ何年だろう、もう5年ぐらい経つかもしれないですね。あ、もっと経つかな。買ったの早かったんですけど、使い出したの遅かったんですけど、これ確か札幌時代に俊藤さんに呼ばれて青森来た時にハサミ忘れたから買ったのかな、確か。あ、違ったかな。あ、多分そうですね。そう、気合い、あ、違う、ハサミをまあ大きい仕事だから新調しようと思って買って持ってきたんですけど、多分で古いのと新しいのも両方持ってきてやったら慣れなくて使わなかったんです。それからずっと眠ってたんですよ。これがデザイン画です。みんなおかつねのバネタイプなの。俊吾さんとこにあるのそうなんですね。うん、それっぽいっぽいですよね。はい、ちょっと多分違うかもしれないです。だからタイプ的には同じですよね、バネ付きの。そう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 。あれ確かに持ちますよね。うん、そうね。頑丈だし、うん、切れ味もなんかそこまでなんかすごい落ちるわけじゃない気がしますね。うん。あれで札の方みんな切るから、それで悪くてね。そうなんですよね。そうなんです。葬儀花屋あるあるですよね。多分普通の一般の花屋からしたら何やってんのよって思われると思いますね。そんなもん切ったらダメでしょって思われる。札の方って折ると折りすぎちゃうとき結構あるんですよ、ね、やっちゃったね。やっちゃったね。短くなっちゃった。多いじゃないですか。このデザイン結構やってる人多いじゃないですか。あ、そうなの。結構インスタとかで見ますね、うん、これ。あ、そう。ああ、だけど大変これやっぱり、うん、みんなよく作ってるなと思います。まあ大変なのは見てすぐ分かるんですけど、大変だから手つけてなかったんですけど、まあちょっとでも。バリエーションを増やした方がいいから。結局パーツの組み合わせですもんね。
対談は。このゴム辺の刺し方懐かしいな。花のセーターでよくやってます。デザインのと比べると内側のラインで。デザイン画と比べて内側のラインを低くするといいかな。デザイン画と比べると内側のライン、内側のライン、あ、こっちのライン、これとかここかな。をもっと低い方がいいってことかな。一番低い部分ですかね。でもなんとなく俺もそう思ったな。同じとこだったら。ここと、ここがもうちょい低い方がいいっていうことかな。ここと。山田太郎さん結構できる人ですね。クローズだな。助かるな。どこ？あ、いつの間にか川田さんもなんか確かに切れればいいってハサミ。俊藤さんの意見に賛同してくれてます。内側のラインだから多分内側はこれですよね。これですよね。こっちが外側ですよね。これ外側ですよね。こっちって多分これだと思う。のデザイン画よりも低くした方がいいってことですね。これをだからもうちょっとこう低い位置に持ってきた方がいいってことですね。多分こっちのこと言ってるのかな。こっちですか。ここですかね。ここですかね。いや、そこのトップが高い。これをもうちょっと低くした方がいいってことですか。ここの手だね。なんかこう平行に落ちてる。はい。あ、これが高いんですか。あ、なるほど。ここどこですか。分かんない。一番高い部分。一番高い。あ、そうだ。俊藤さん言った通り。ここだ。ここの部分がもうちょっと低い方がいいってことですね。多分。うん、ああ、なるほど。二等辺じゃねえ。なんすか。山田太郎さん、ありがとうございます。今直します。これね。ね、こっちは辛くなる。ちょっとこっちはちょっとこの幅がねあれなんで、あ、ちょっと厳しかったですね、このデザイン自体が。あ、これいいな。みんなに教えてもらうのっていいのかもしれない。あ、そうですね。この部分ですね。
すごいな。その通りにやると多分いい感じになりそうです。ちょっと変わりますか。ああ、はい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 。ああ、はい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 。ああ、そうですね、そうですね。あんまりこうウェーブしないですもんね。少し治りましたかね。ああ、そうっすね。そうっすね。OK っすね。浮かせますか。これ変わった方がいいっすよね。ここ欲しくなりますね。意外と花は使ってますかね。こっちもですよね。こっちはちょっと厳しいかな。あ、ちょっと厳しいかな。やめとこうかな。厳しそうですね。まあでも、どうなんですかね。あ、でもそんな違うってこともないですか。もうこっちの方がこうは急なんですね。若干これ下げるとあそこのスペースがってことですよね。そう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 、そうですよね。よし、これで行くか、とりあえずは。
これか。あ、この葉っぱを取んなければダメなんですね、これ。分かってるんですけどね。これがラインが繋がってないように見える原因なんですけどね。あ、なんか違うな。右が違うんだな。こっちのラインが変なんだ。ちなみに山田太郎さんって聖火祭壇の経験何年ぐらいなんですかね。なんかちょっとなんかこじんまりしちゃった感じしますよね。なんかまあ細かいライン作ればそういうものか。あ、6年ぐらいなんですね。すごいな。今やっぱりこれ、ちなみにすみません、山田太郎さん、嫌じゃなかったら、山田太郎さん何歳ですか。6年ぐらい。多分図面描いてる人が何が悪いか見える。こんなとこっすか、うん、大まかには、うん、細かいこと言えばあるんでしょうけど、ああ37歳、ああすごいっすね。山田さん30なってから花屋なったんすね。すごい。それで6年でそういう違いの見方が分かるってめちゃくちゃすごいっすね。俺分かんない。なんかちょっと気に食わないですけどね。なんかね、ここの線とこっちの線が違うからですかね、うん、この下の、うん、かもしれない。なんかちょっと違和感ありますよね、うん、そこか、その差なんですかね。そうですね、綺麗にいく自信があまりないです。そうですね。ただちょっとやっぱここ難しいですよね。ここライン、こっちのラインとこっちのラインと両方あるんで。うん、まあちょっと裏技を使いますか。
せば純粋に幅は厚くなる。いい折り方してるとこういう時こも下がらない。暑くなりましたかね。そして、なんか結構急か。どうかな。あ、ちょっと。と寄りましたか。ここがもうちょっとなだらかなんですよね、多分。そう。上の、上のラインと平行になるのが理想なんだろうけど。ここが平行ってことですよね。まあちょっと良くなりましたか。うん、失敗したなって、デザイン的に。そんなもんなんだよ。そんなもんすか。うん、で上が高かったんだよ。上のラインが高かった。これがですか。あ、これがもっとこう削れてるってことですか。これが、うん、下の方の平行になる。ああ、そっかそっか。あ、そういうことか、うん、これがもっと速くて、もうちょっとここがまっすぐになるのが速ければよかったんですね。なるほど。最初の初歩的なミス。なんだ、山田太郎さん、花屋はもう引退してるんですか。あら、もったいない。でもあれですね、僕の動画見て、あのライブ配信見て、アドバイスください、これからも。あと、アーさんが、左のラインに比べたら右の最下手のラインがきついですね。V みたいになってます。あー、そう。今直したところかな。ここですよね。あーさん、ここっすよね。これ今直してだいぶ良くなりましたかね。まだちょっと V か、上のトップが高かったから、これをこうすればいいかな。ごまかすならそんな感じかな。すごいな、なんかみんなすごい教えてくれよ。みんないい人ばっかり。みんなダメ出ししてくれる。言ってくれるのが助かるんだよ、うん、ちょっと良くなったかな、
あーそっか、ちょっと下がりすぎてんのかな、右の方が下。あ、上がこことここがちょっとこっちの方が高いですよね。うん。あとここですよね。若干ね。そう。多分。朝さんどうでしょう。ちょっと直してみました。どうかな。よし、うん、これでいきますか。まあ最初にしてはちょうどいいかな。うん、どうぞ。両側のかな、両側を入れましょう。これを隠せるかどうかって感じですよね。うん、ここは葉っぱでもいいですか、最悪。うん、いいかもしれない。ただこのちょっとしたスペースを埋めれれば、うん、真っ白の布かけますしね。うん、本当は最初に刺した方がいいかったんですけど、楽しいんじゃないや、気が気じゃない。大阪に入れる余裕がない。これで間に合ってくれるだろう。あ、ほんとか。そのための施策だから。太郎さん、もったいないですね。この間うまくないとなかなか気づかないですけどね、やっぱり。こういうのって。こういうの忘れてっちゃうか。こういうの忘れてっちゃうか。こんなもんでいいっす、高さ。うん、いいんじゃないかな。いいっすよね。ほんとここが隠れるのと、ちょっとこの側を増やせればいいような感じですよね。うん、一つ使わなくていいっすね、そしたら。うん、こっちはいらないですよね。うん、あ、でもこっち結構高いのか。あ、この位置が違うんですか。あ、本当だ。そうですよね。そうですよね。あ、本当だ。分かった。OK です。そしたら次、下か。下はピンクで、紫で埋めればいい感じですよね、とりあえず。うんうん、ここどうします？必要ないですか？入れます？ドラセナ足り添えるだけの、うん、どうですか？何か入れたいの？あ、ちょっとですか？これで少ないな。まあ
それ浮かしとく。これまあ多分届くんじゃないですか。大丈夫、もう一本やります。これ本当なんか一列入れるぐらいですよね。ようかな、うん。この形に沿って入れることもないですよね。こっち入るかな。なくても。これはどうですか、デザイン的にいけそうですか。いけると思う。あ、本当ですか。やっぱりあれですね、俺自身があんまりこう鼻短くしたくないからいつもこういうとこがないんですね。そういうことですね。そうだ、そういうことだ。そうだね、ここが短いとやっぱこういうとこ短くなっちゃうんですよね、必然的に。ゲストいなくてよかったな。これじゃ全然俺本当に祭壇にしか集中できないです。ゲストお構いできない。入れますか。いやーこれやっぱみんなすごいな、偉いな。普通これ毎回やってるな。これやってったら慣れるんですかね。これチャ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 って作れるようになるのかな。なんかちょっと自信ないね。
まあそうなんですけどね。それは耐えられん、うん、時間の問題かもしれないですね。あのなんていうんですかね、あのこれだけだったらいいかもしれないですね。仕事が、一応後輩とかにはその時間をかけるときとかけないときをしっかり分けなさいと言ってやつ、毎回時間かけてたらね、仕事がねやっぱりなかなか終わらないっていうのがあるんで、時間かけるときとかけないときをやっぱりしっかりね、早く刺さなきゃならない時ってやっぱありますもんね。ここですか。もうちょっと欲しいですけどね。頻度入れます？頻度ならこれ打っちゃってもいいですもんね。なんかこれをできる花屋さんとできない花屋さんっていうのはやっぱりこう花を長く使わなきゃいけないところと折ってしまっていいところとの差もあるのかもしれないですね。うん、札幌時代やっぱり長く使わなきゃダメだって習いますよね。そのがどうですか、修行時代。みんな長く使ってました。いや気にしてない。いいもの作るの優先。そうね。ああそっか。まああの頃でかかったですね。階段みたいも。どうでしょう、あ、アーさん、いや、こちらこそありがとうございます。
またなんかこう僕作ってるので、なんかもうちょっとこっちがこうだったらいいなとか、こっちがこうだったらいいなっていうアドバイスあればいつでも言ってください。僕ももっと上手くなりたいんで。一応これで完成になります。まあちょっと完璧ではないんですけど、そこそこデザイン通りにできたのかなと思います。これは一応俊斗さんのところでデザイン的にはレギュラーで使おうかなと思ってます。山田太郎さんまだ見てくれてますかね。ありがとうございます、アドバイス。また機会あったらどんどんアドバイスしてください。あと誰いたっけ。ああ川拓さんも今日はありがとうございます。あと久保さんいつもありがとうございます。あと何か質問だったり意見だったり、ここもうちょっとこうの方が良かったなとか、そういうことあったら、5分か10分ぐらい待つんで、入れてください。いいですか、アーさんありがとう。ちょっと休憩します。5分10分ちょっと待ちますので、もし質問あれば入れてください。
ですか、ここ。あ、山田太郎さん、お疲れ様です。いい感じだと思います。内側のラインを刺すとき、グリーンを意識してみるといいかなと思います。わかりました。あ、なんかエラーになってるな。あれ、声聞こえてるかな。あ、声が聞こえてます。あ、 OK ですね。これなんか、すみません、僕の方のパソコンがちょっと調子悪くて画面映ってないんで不安だったんですけど、多分大丈夫そうなんで。さあ、これで今回の生活アイデアの研究会終わりにしたいと思います。今日はなんかたくさんご指導いただいて本当にありがとうございました。またこの機会増やしていきたいと思いますので、これからもぜひ見てください。よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。